あら、あなたたち。どうも、ミシェルさん。その話を聞いてちょっと気になりまして。いやね、催促した形になっちゃって。でもありがとう、わざわざ来てくれて嬉しいわ。ってことはまだエオリアさんたちと連絡が取れてねえのかよ。ええ、アリオスたちが手分けして当たってるけど、本当にもう一体何をやってるのかしら。さすがに心配ですね。うん、エニグマが通じないってことは自治州外に出ているのかな。私もそう思ったんだけど、駅や空港を利用した記録がないみたいなのよね。ベルガード門とタングラム門にも通行記録はないみたいだし。それはさすがにおかしいですね。もしリンさんたちが自治州内にいるのであれば、なんとか居場所を特定できるかもしれません。本当か？何何？どういう方法？確かエニグマ2には研究段階の機能が搭載されていたはずです。その一つが緊急時にアラート信号を発信する機能です。え？そうなの？オーブメント内の予備動力で一定間隔ごとに特定周波数の動力波を発信する仕組みですが、あまりにも弱い動力波のため実用には至っていないと聞きます。ただ機能そのものはカットされずに残っているかと。じゃあその微弱な動力波をなんとかキャッチできれば、リンとエオリアの居場所も特定できるってわけね。試してみる価値はあるかと。この機能についてはロバーツ主任が詳しいので IBC に行ってみましょう。多分力になってくれるはずです。わかった、行ってみよう。すまないわね、本当に助かっちゃうわ。何か分かったらこちらにも連絡をちょうだい。場合によったらアリオスたちを呼び戻すから。了解しました。さて、それじゃあ IBC に行ってみようか。さてと、ロバーツ主任はいるかな。多分財団のフロアで暇そうにしてると思います。エニグマで連絡してみましょう。どうも、ティオです。いえ、別にそんなつもりは。しつこいです、主任。いい加減にしてください。相変わらずみたいだな。ティオちゃんももう少し優しく接すればいいのに。むしろあのおっさんなら冷たくされて喜んでんじゃねえか。ええ、エニグマ2の緊急アラート機能について。ええ、そうです。はい、下に来ているのでよろしくお願いします。相談に乗ってくれるって？すぐこちらに降りてくるそうです。何でもヨナも一緒だとか。あら、それって確か爆破されたジオフロントの部屋を使っていた。エプスタイン財団出身の天才ハッカー君だったかな。ああ、小生意気だが微妙にヘタレな小僧だぜ。さすがに今は財団の事務所に厄介になってるらしいな。ええ、いやいやみたいですけど。なるほど、そんな事情だったのか。は、どうせ動力切れで連絡が取れないってだけだろう。
遊撃士なんて言いこぶった連中ほっときゃいいじゃん。ヨナ、お前な。もうそんなこと言っちゃダメよ。はあ、ヨナ君ときたら最近ずっとこうなんだよ。せっかく事務所の一角に最新型の専用端末ルームを用意してあげたっていうのにさ、いくら処理能力が高くったってあんな制限付きのシステムで満足できるかっつーの。とっととセキュリティコードを僕に解放しろよな。ああ、それはダメだよヨナ君。そんなことをしたら君またやりたい放題しちゃうだろ。代わりにポムットでティオ君に勝てるよ特訓用のプログラムを組んであげたからさ。よ、余計なお世話だっつーの。なんだかんだ言ってヨナのことちゃんと監督してるみたいだな。イラッとするところはともかく有能な人ではありますから。まあそれはともかく、エニグマ2のアラート機能だがお役に立てないかもしれないね。そうなんですか。そういった機能があるのはあるんですよね。ただ動力波が弱くてほとんど感知できなくてね、10セルジュくらい近づかないと測定器でも感知できないんだよ。10セルジュ、そりゃまた微妙な距離だな。クロスベル市内にいるのなら感知できそうだけど、私のセンサーと組み合わせるのはどうでしょう。マトリクス化されたシステムならエイオンで連動できそうですか。ああ、それなら、あるいは、いや、やっぱりダメだ。エイオンに連動させるには測定器の精度が不安定すぎる。動力圧の問題もあるし周辺地形の反射も考えられるからかなり無理があると思うよ。そうですか。何がダメなのかいまいち分かりませんが、どうやら技術的な問題があるみたいね。だったらさ、オルキスタワーの屋上で測定しちゃえばいいんじゃね。え、ヨナ君、どういうことだ。アラート用の動力波は微弱すぎて測定器から近い場所にないと感知しきれない。かといって測定器とティオのセンサーと連動させても出力が足りないし精度不足なんだろ。でも遮蔽物のないタワーの屋上なら感知精度も上げられるだろうし、高出力の動力が確保できるんじゃね。あ、相変わらず意味不明だが。どうなのティオちゃん。驚きました。いやはや、さすがヨナ君、システムエンジニアとしての才能は目を見張るものがあるね。まあそれほどでもあるけどな。それじゃあなんとか目処が立ったみたいだね。ええ、いけるかもしれません。早速オルキスタワーの管理部に屋上の使用許可がもらえないか掛け合ってみよう。ヨナ君、君も手伝ってくれるね。なんで僕がって言いたいけど、まあ暇だし手伝ってやるよ。その代わりあんたらこれで貸し一つだからな。わかった。無茶な頼みでもない限りきっとお返しさせてもらうわ。おっと。もしもし、あんたら今どこ。こっちは隠し機器の設置が終わったとこだぜ。ああ、ちょうど
タワーのエントランスに来たところだ。このまま屋上に向かえばいいのか？ああ、受付に言えばエレベーター用の認証カードをくれるそうだぜ。とっとと上がってこいよな。わかった。お疲れさん。準備は完了みたいですね。ああ、受付で認証カードを借りて屋上に上がろう。雨も降っていることだし、あまり待たせない方がいいわね。ようこそオルキスタワーへ。あ、特務支援課の方々ですね。ええ、認証カードを発行していただけるとか。はい、こちらになります。そちらのカードをエレベーター内のパネルにかざすと、最上階の40階に直通で上がれます。1ヶ月のみ有効の使い捨てですので、利用後はご自由に処分されてください。了解しました。なんだかすごいですね。ああ、 IBC ビルよりもさらに進んでいる。さすがは最新技術の塊ってところかな。ここでいいのかな。はい、先ほどの認証カードをそこにかざしてください。そういえばそのパネル、21階から30階までのボタンがないみたいだけど。そのあたりはすべてメンテナンスフロアみたいね。メンテナンスフロア？なんでも巨大な構造物の重量バランスを取るためにほぼ中空になっているのだとか。それ以外に地震が起こった時の衝撃吸収装置があるらしいです。そりゃすごいな。やはり最新の建造技術が盛り込まれているみたいですね。しかし、そうまでして巨大なビルを建てる必要あんのか？同じフロア数なら30階建てくらいにしときゃいいじゃねえか。まあ、当初の計画からして無駄が多かったみたいだから。計画を引き継いだおじさまも派手なものが大好きな人ではあるし、結局不足していた建造費は黒石家の資産で補填したそうね。へえ、そりゃまた豪勢だね。ま、おかげでクロスベル市の新たなランドマークとしては相当インパクトがあると思うけど。おっと、そろそろ到着だな。ちょっと雨が止んできたみたいですね。ああ、それにしても相変わらずすげえ景色だよな。ああ、晴れた日だとさらに絶景なんだろうけど。ヨナと主任はどこにいるんだろう。多分屋上の一角にいるのではないかと。探してみようか。
やあ、待ってたよ。これがアラート信号を感知するための装置ですか。ああ、ただしこのままじゃ半径10セルジュの範囲内しか感知することができない。そこでティオ君の出番ってわけだ。こちらの方は問題ありません。しかし雨の影響は大丈夫ですか。まあかなり小雨になったし、あんまり影響はないと思うよ。しかしティオ君をこのまま雨風にさらすのは忍びないな。そうだ、ティオ君がセンサーを起動している間は僕が傘を差して。結構です、逆に気が散りますので。よしっと、こっちも準備 OK だぜ。いつでもエイオンを起動させて大丈夫だからな。それでは始めましょう。リンさんたちのエニグマ2の個体番号は入力済みですか。ああ、ギルドからちゃんと番号は聞いておいたからね。すでに測定器に入力してるよ。了解しました。ティオ、よろしく頼む。リンさんたちの居場所、どうか突き止めてあげて。はい、それでは。エオンシステム起動。マトリクス方式による測定器とのリンクを開始。リンクを確認。そのまま行っちまっても問題なさそうだぜ。測定器への動力供給も高レベルで安定できそうだ。ティオ君、よろしく頼むよ。はい、それでは行きます。センサー機能開放。エオンシステムリミットブレイク。今のは何か波みたいなのが広がっていったみたいだけど。成功みたいだね。本当ですか。リンさんたちの居場所が分かったんですか。うん、まあ正確にはエニグマ2の場所だけどね。2つのアラート信号を私の方でも感知しました。ここからかなり南の方ですね。んで入ってきた情報を解析してマップ情報に出力すると、ほら出てきたぜ。ここはエルム湖の南側。なんだこりゃ、こんなところに何かあったか。私の知る限り人の手が入ったことすらない湿原地帯だと思うけど。そんな場所にあの遊撃士のお姉さんたちがいるわけか。よくわかんねえけど、ただごとじゃないんじゃねえの。さすがに心配だね。ロイドさん、とりあえず一旦ミシェルさんのところに戻ろう。それと念のため警察本部にボートを手配してもらった方がいいかもしれない。ええ、状況を考えると急いだ方が良さそうです。ロバーツ主任にヨナも協力ありがとうございました。なんのなんの、後片付けは任せてくれたまえ。ま、せいぜい気をつけろよな。そうか、ありがとう。ごめんな、フラン。いきなり無理なことを頼んで。いえいえ、こういう時こその皆さんのサポートですから。でも、南の湿地帯ですか。
くれぐれも気をつけてくださいね。ああ、肝に銘じるよ。なんとかボートを確保できたみたいですね。なあ、フランが素早く手配してくれて助かったよ。今回に関しては頼りきりになっちゃったわね。でも本当にいいの？1時間もすればアリオスたちが戻ってくると思うんだけど。いや、それだったら俺たちが先行した方がいいだろう。そうですね、どんな状況かも分かりませんし。ま、彼らが戻ってきたら追いかけるように言っといてよ。分かったわ。リンにしてもエオリアにしても永久に迫る凄腕の遊撃士よ。その二人が連絡も入れずに揃って足止めされている事実、何があるかわからないわ。くれぐれも気をつけなさい。はい。準備を終えたら鳩場に行きましょう。
支援課の方々っすよね。はい、雨の中お疲れ様です。手配していただいてありがとうございました。いやいや、これが自分の仕事っすから。そうだ、操縦は大丈夫っすか？なんだったら自分が操縦しますけど。そうか、それがあったな。まあ車が運転できるなら難しいもんじゃねえだろうが。ここはエニグマで課長に連絡しましょうか。あ、大丈夫です。このタイプのボートだったら操縦の経験はありますから。へえ、そうなのか。さすがだな。やっぱり運転や操縦の類はお手の物みたいだね。これもソーニャ司令の仕込みなんだけど。どうします？早速ボートに乗りますか？そうだな。目的地で何があるかわからない。他にやり残したことはないかな？了解しました。それじゃあお気をつけて、いってらっしゃいっす。おやおや、面白い偶然だ。シュバルツオークションといい、やはり縁があるようですね。しかしツァオ様、エルム湖の南岸に一体何があるのでしょうか？さて、ここは彼の勘にかけてみるしかないでしょう。不良リーダーの魔人化に蛇や教会の介入、少しでも資格を潰しておくに越したことはありませんから。確かに。失礼します。なんだファン、その取り乱しようは。申し訳ありません。その今しがた監視班から信じがたい報告がありましたので。信じがたい報告？ファン、詳しい話を聞かせてください。